おはようございます。白斎です。本日のお話は、勉強には欲望が伴うのが自然というお話です。食欲がないのに食べることが健康に悪いように、欲望を伴わない勉強はいくらしても、頭はそれを意味のないことと処理して記憶に留まることはない。あの、有名なね、レオナルド・ダ・ヴィンチの言葉だそうです。確かに体調が悪い時って、こう食欲がなくなってね。で、食べない方がいいのは、体の声にこう従っているということになるわけですね。でも、病院行って薬をもらって、その薬を飲むのに、まあ、軽く何かを食べる必要があるとしても、できればね、体のその反応としてはやっぱり食べない方がいいわけですから、本当にこう、最低限。普通に食べて、普通にこう、なんか、食欲がないからこそ食べた方がいいっていうのは、まあ私は違うと思うんですよね。自分の経験上でも。もしどうしても薬を飲むのに食べる必要があるのであれば、ちょっとだけ食べて、本当に。で、薬をすぐ飲むと。で、まあそれはともかく、勉強もね、まあ確かに、何のためにそれをするのかっていう、なぜその勉強がしたいのかっていうのがやっぱり大事になってくるわけで、で、それは、なぜっていうところはやっぱり自分の欲望がそこにはね、こう、繋がってくるわけですね。だから、勉強しなさいって言われたって、そこにこう自分の欲望が結びついていなければ、もしくは好奇心ね。それが結びついていなければ、もうただしんどいだけ。で、さらに、強要され続ければ、もう嫌いになってしまうわけですよ。勉強とその嫌な気持ちがね、結びついてしまうから。大人になっても勉強嫌だっていうね、そういうようなまあ反応になってしまう。やる前から。で、勉強という、欲望というと、ちょっとなんか、低俗なイメージというか、なんかあんまりこう、いいイメージと結びつかないかもしれないんですけど、でも、欲望そのものには、なんか、低俗なものとか、高貴なものとか、別にそんなもんないと思うんですよ。どう使うかが問題なだけでね。これは別に欲望に限ったことではなく、お金とかもそうだし、どう使うかっていうところで、別にお金にいいも悪いも、ないわけですからね。だから、金持ちになりたいとか、異性にモテたいとか、出世したいとか、別にそういう欲望でいいわけですよ。何の問題もない。それが自分を動かす原動力としてあって、それを達成するために勉強するからどんどん吸収できるわけですよ。あとは単純にさっき言った通りね、好奇心で、単純に好きで面白いからとかね。何の欲望も伴わない勉強は、確かに吸収しづらいと思います。だって、欲望が伴わないのに、いや、簡単な、その、ものだったらいいですけど、難しいね、勉強になってきたら、モチベーションがね、続かないじゃないですか、そんなもん。だから、まあ、根底にその欲望があっても全然 OK なわけですよ。てか、むしろ欲望は持つべきだと思います。ただ、それを使って誰かを傷つけるとかね、支配するとか、まあそういう方向に行くと、後々まずいことになりやすかったり、ね、するわけで。まあ要は使い方ですよね。だけど、そんな動機であっても、そのなんか、明らかにそれ人から見たら、それまずいんじゃないのって欲望であっても、残念ながらですね、そこの言い悪いではなくて、それがすごくこう、強いのであれば、それは成長のためのきっかけになってしまうわけですね。いい欲望か悪い欲望かっていうのはあんまり関係がなくて、どれだけその欲望に対する思いが強いかっていうところが原動力になるので。でも、まあ、きっと皆さんはですね、その欲望を制御できる理性と良心があると思います。だから、欲望を原動力にして自分を磨いていってね、別に変にカッコつける必要もなく、綺麗なその別に欲望である必要はないわけですよ。
自分をね、見下した人間を見返してやるとか、見下ろしてやるとか、ね、あといじめた相手をやり返すとか、何でもいいんですよ。頭の中でどんな想像したって、頭の中自由ですから別に構わない。ただし、それを実際に、それが実際に叶う状況になった、その時に、本当にそれを実行するのか、で、実行したとしても、どこまでやるかっていうところで、冷静な判断ができる理性っていうのはやっぱり必要。そこの部分でちゃんとこう、見極めができる、人格的な部分もちゃんと磨いていけば、全くもってどんな欲望を持って自分をこう、押し上げていっても問題ないと思います。なので、欲望をうまく使ってですね、欲望と勉強を結びつけて、何のためにその勉強をするのかっていうね、ことを考えてやると、かなりいろいろね、吸収しやすいのではないかというふうに思います。はい。ということで、今回のお話は、勉強には欲望が伴うのが自然というお話でした。では、今日も素敵な一日を。